みなさんこんにちはこんにちは。ようこそおいでいただきました、えー、八代 SDGs キックオフシンポジウム今日からできる身近な SDGs、えー、早速これより開会いたします、えー、本日司会進行応せつかりましたマサヤンと申しますどうぞよろしくお願いいたします え皆さんこんにちは同じく司会進行をおせつかりました水上清野と申しますどうぞよろしくお願いいたします <noise> えさて本日は熊本県老舎福祉協会より大井里恵さんそして川崎さゆりさんに手話通訳を行っていただきますどうぞよろしくお願いいたします なお誠に勝手ながらパネルディスカッションはお話になる人数が多いため手話通訳はございませんのでご了承くださいさて八代市は2022年度 SDGs 未来都市に選定されました市民企業行政が手を取り合って持続可能な人と企業に選ばれる街八代の実現に向けてみんなで SDGs を学び 一人一人が一歩を踏み出すきっかけとなるためのキックオフのシンポジウムをこれより開催いたしますさまざまな活動などを行っている皆さんの発表やパネルディスカッションなどをご覧いただきまして、えー、身近な SDGs に取り組んでいただければと思います、えー、私、八代、はい、出身でございましてそうですよねこうやって呼んでいただき誠にありがとうございます。 えー、さて、うん、SDGs という単語もずいぶん耳に馴染んできましたよね、はいえー、この会場の皆さん、SDGs 大体わかるよという方、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか、手を挙げていただけるとありがたいと、あ,あさすがですね、<ー>皆さんね、ねご存知ですよね、はいえー、これはですね、サスティナブル・デベロッペメント・ゴールズ、その頭文字と最後の S をつなげまして、SDGs ということなんですよね。はい 日本語に訳すと持続可能なな開発目標という意味になります簡単に言いますと世界中にある環境問題差別貧困人権問題といった課題を世界のみんなで2030年までに解決していこうという計画目標のことなんです、はい、私も身近にできることから、ね、していきたいなと思ってるんですけれどまさ、うん、は何かこう実践するか 捨ててるることっあありますかなるほど、うん、あのちょうど今モニターにその SDGs の17項目出ておりまして、はい、このま SDGs と聞いてどういうことかないろいろ皆さんあるかもしれません、うん、僕やっぱりなんとなく環境とか、はい、あと食料というのがあのイメージで強いので例えば食べ物の無駄をなくしましょうとか、うん、まあ環境にいいことそうですねまあ車はちょっと控えめにするとか。 電気はこまめに消しましょう,う、ね、という、うん、まあなんかできる範囲のそういうところのイメージがあるんですかね今ねマサヤンのお話の中に出てきたことっていうのは、はい、本当に私たちにとっては身近な、うん、ところですから、はい、ぜひ皆さんも今日いろんなお話を聞かれて、うん、早速今日から実践できること始めてみてはいかがかなと思います、はい、あの SDGs まだンピンとこないとか、はい、ちょっと難しいという思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、今日はですねいろんな企業や団体 そして学生の皆さんによります事例や取り組みの発表そしてパネルディスカッションをじっくり聞いていただきましてまあ私そして皆さんもですねもっと何かできないかを考えたいそして考えていただければと思いますえどうぞ最後までよろしくお願い致しますそれでは、えー、開会にあたりまして八代市の 中村博士長よりご挨拶並びにキックオフ宣言を行っていただきます中村市長よろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、本日八代 SDGs キックオフシンポジウムを開催いたしましたところ 大変お忙しい中にも関わりませずこのように多くの皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます SDGs という言葉は皆様もよく耳にしておられると思います先ほど司会の方からも説明ありました通り SDGs は2015年の 国連サミットで採択され、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すという世界共通の国際目標であります。現在、国におきましては、SDGs を原動力とした地方創生を推進し、 優れた SDGs の取り組みを提案する地方自治体を SDGs 未来都市として選定することで日本全国への普及促進を図っておられますそのような中本市は昨年2月に国に対しまして SDGs 未来都市の提案を行いました本市の豊かな農林水産物などの 食をテーマにした取り組みや、総合計画など、まあ、本市のさまざまな計画に SDGs の考え方を取り入れたことなどが評価され、昨年5月に SDGs 未来都市に選定されたところでございます。この選定を受けまして、11月には八代市 SDGs 未来都市計画を策定し、 2030年の本市のあるべき姿である持続可能な人と企業に選ばれる町を目指し取り組みを進めているところでございます本日のシンポジウムは SDGs の理念の市内全域の普及展開そしてその達成に向けた第一歩として開催するものでございます 皆様におかれましては SDGs とは何かについてより一層理解を深めていただきますとともに本日のテーマである今日からできる身近な SDGs についてご一緒に考えていただければというふうに思いますそしてこのシンポジウムが SDGs の達成に向け市民の皆様お一人お一人が未来のために 自分にできることを考え、取り組まれるきっかけとなりますことや、ことを大いに期待しております。それでは、ただいまから、キックオフ宣言を行います。八代市 SDGs キックオフ宣言。八代市は、熊川がもたらす、豊富で良質な水の恩恵を受け、 全国有数の農産物の生産地県内有数の工業都市として発展してまいりましたまた先人たちが築き守り育ててきた八代妙賢祭や八代城跡メガネ橋など多種多様な歴史文化遺産が数多く存在します 私たちは力を合わせて、このかけがえのない誇るべき八代を次世代へつなげていくとともに、市民と企業が居続けたい、八代市で暮らしたい、仕事をしたいと思えるような持続可能な人と企業に選ばれる町の実現に向けて、はじめの 一方を踏み出すことをここに宣言いたします令和5年1月21日八代市長中村博以上でございます、えー、今日から八代市民企業が一丸となって SDGs の達成に向け取り組みを進めてまいりましょうどうぞよろしくお願いいたします 力強い SDG キックオフ宣言を中村市長に行っていただきましたありがとうございましたさて今回八代市が八代市オリジナル SDGs ロゴマークを作成いたしました中村市長に発表していただきたいと存じますでは中村市長よろしくお願いいたしますはいえー、SDGs の達成のためにはより多くの市民の皆さん企業や団体などの 皆さんと共に取り組みを進めていく必要がございます。そこで本市における SDGs 推進のシンボルとして皆様に親しみを持っていただけることはもとより将来へ受け継いでいかなければならない本市を代表する農水産物や文化遺産祭りなどをモチーフとしたオリジナル ロゴマークを作成いたしましたので発表させていただきますえ今回八代にちなんで8つのロゴマークを作成いたしましたまずは生産量日本一を誇る畳を持ってとその原材料となるいぐさです次に同じく生産量日本一の トトマト次にギネスブックにも登録されている万平湯日本三級流の球磨川清流氷川の鮎本市の産業や観光において核となります八代湖西日本で唯一の八代全国花火競技大会を表す花火 ユネスコ無形文化遺産の妙見祭を象徴する北、最後に日本遺産の石久野里、八代を象徴する眼鏡橋、以上8つを本市のオリジナルの SDGs ロゴマークとしまして、普及・啓発はもとより取り組み推進のシンボルとして活用していただければと思います。 思います。よろしくお願いいたします。中村市長ありがとうございました。いずれも八千代らしい八千代らしさ溢れる素敵なロゴですね。うん、はい、はい、とても素敵です。SDGs 達成の目標のために皆様に愛されるロゴとなることを期待しております。え中村市長に今一度大きな拍手をお送りください。はい、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。 それではこの後は準備のため今しばらくお待ちくださいませでは続きまして市内企業の取り組み事例をご紹介いたします、えー、本日は2社の代表の方にお越しいただいておりますまず初めに西田製牧株式会社代表取締役西田健吾様よろしくお願いいたします 皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、西田製麦の西田と申します、えー、本日はですね取り組み事例の発表ということで、えー、僭越ながらですね当社の取り組みを発表させていただきたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いしますはいそれではですねスライドを出していただければありがたいです、えー、西田製麦の取り組み事例発表ということで発表させていただきます 流れとしては、ですねまず当社、西田製磨ってどんな会社なのというところと、ですね私の自己紹介も簡単にさせていただきたいと思います。それと、一、まあ、企業としてですね SDGs に対してどのような考え方を持って取り組んでいるのかというところが2つ目で、3つ目に具体的な取り組み事例と、そして最後に今後やっていきたいこと、取り組む展望というところですね発表させていただきます。 いね、自己紹介ですけれども、私、は八代生まれ、えー、1983年に生まれておりまして、39歳ですね、で、八高出身でして、八チの同級生の奥さんと結婚しまして、えー、6歳の娘とです、ね、7か月の息子と、ちょっと家族も今日来ているので、あので、ー、見てくれてると思いますけれども、えーはい、4人家族で、えー、今、八代で過ごしております。 で2009年からです、ね、西田製箔、帰ってまいりまして、2016年より代表しております、で趣味は登山ということです、ね、あのこれ、あの中岳に登った写真ですけれども、まあ、こんな人間ですと、で西田製箔、名前聞かれたことある方もいらっしゃると思いますけれども、あの新港町というですね、あの先ほど八千代港の話もありましたけれども、八千代港のすぐ近くに工場を構えておりましてですね、 1929年に創業しておりますので今年で94年目になりますで私が4代目の会社でですね社員さんは 90, 90名いらっしゃると働いていただいているような会社です、まあ、具体的には大きく3つ事業がありまして1つ目が食品事業ということで、えー、皆さんがですねスーパーマーケットに行っていただくと たまにうちの商品が並んでいるということでまあこの写真の通りですねグラノーラであったりオートミールであったりあと麦ご飯用の麦であったり雑穀米ですねまあそういった食卓に並ぶ食品を主に展開をしておりますそれとここら辺がですねあの生薄という事業が特徴的なところなんですけれども焼酎や味噌の原材料をですね製造しておりまして 精いうのは麦をです、ね、あの磨く前の麦と磨いた後の麦ってちょっと写真載せてるんですけれども、まあ、麦はお米みたいにです、ね、あのもみ殻がついていてそれをこう磨いていくと白いこう真っ白なですね胚乳というのが出てくるんですけれどもそれを焼酎屋さんやみそ屋さんで、まあ、麦焼酎だったり麦味噌の原材料としてですね焼酎メーカー様味噌メーカー様に納品していると、まあ、これ焼酎換算でいうと一升瓶2000万本分であったり えー、味噌だとまあ味噌汁3億回分ぐらいのですね原料を提供しているということでまあ隠れたところからですね食卓を支えているような会社ですで最後のもう一つはですね飼料事業ということで、えー、やはり南九州はですね畜産や酪農が非常に盛んな土地でして、えー、特に熊本でいうとですねこの酪農牛乳とかあとは和王とか麻そとですそういうあのお肉ですね。 まあ、そういったこう牛専用の資料も製造しておりまして、まあ、こういった会社ですと。はい、で、まず SDGs に対して、ですね当社としてなぜ取り組んでいるのかというところで、考え方をです、ね、お伝えさせていただきたいと思います。で、あのもうこれ、最近、本当によく聞かれるんですけれども、まあ、当社もあの新卒の採用だったりですね、学生さんの採用であったりを取り組んでいるんですけれども、 よく聞かれますね。御社は SDGs に対してどのような取り組みをしていますかということを学生さんがよく聞かれます。で、えー、これ、もう本当に増えてきたのになんでだろうなということで、まあ、その時から SDGs ということはもちろん知っておりましたし、えー、当社としても取り組まなきゃいけないということで取り組んでいたんですけれども、まあ、学生さんが一番こう意識が高くなってきているなというのを今、実感してきております。で、この時代背景があるなと思ってですね。 まずこう人生100年時代と言われてきておりますけれどもまあ大,大学卒業したり高校卒業している学生さんはですね18歳とか22歳とかですねもうあと人生80年あるわけですねで80年先の未来っていうのをやっぱりこう私も39歳なんであと60年の人生ですねを考えるとまあ60年後本当にこの世界どうなってるんだろうなと。 まあこの地球という、ね、あのこの環境が本当に持つのかなというやっぱり漠然とした不安っていうのはある,あるんだろうなとそれと価値観の変化ですね、まあ、心理的な豊かさをその経済的な豊かさよりも重視する子が増えてきているであったり、まあ、この肌感覚として、えーね、あの大雨が降って災害が発生するであったり、えー、夏はめちゃくちゃ暑くて冬もなんかあったかい冬が続いているであったりですねそういう,こう異常気象であったり そういいっったこう戦争が、えー、起こっていてですね、えー、本当にこのままでいいんだろうかという漠然とした不安があるとそして、まあ、Z 世代と呼ば,呼ばれてますけれども、えー、SNS であったりスマホもう物心ついた時から、えー、そういう,こうデジタルを通じてさまざまな価値観の人と緩くつながるという価値観ですですので、まあ、人とのつながりだったり多様な価値観を受容するというような、えー、Z 世代の特徴としてですねありますで 特にあの最近ですね、入試の問題にも SDGs が出てきたりとかえ学校の授業の一環として SDGs に対してえ私たちはどのような取り組みをしたらいいのかというのもですね、学校の取り組みとしてやってらっしゃるということでもう私たち以上にえ若,若い世代ですね20代10代20代の世代はかなりですね、この SDGs というのは自分事と,としてえ感じていらっしゃるとおそらくここがあの非常に SDGs の取り組みが盛り上がっている 背景ななんだろうなと思っておりますで、まあ、当社としてはですねそれをしっかりこう受けて、えーまあ、どのような SDGs というまあゆったりとした川の、まあ、ゆったりと流れる大きな川の流れのようだなとこれは私個人的に思っていましてこうまあ球磨川はね日本最三大急流なので、まあ、めちゃくちゃ流れが早いんですけれども球磨、まあ、川みたいな流れの速い川じゃなくて、まあ、流れてるかどうかわからない対岸が見えないような大きな川は 確実にこう流れてるんですね確実に流れてるんだけれども一見するとそれは流れ,こう流れていないように見えるとでも私たち94年目の会社でこれからしっかりこう未来につなげていくためにはその流れにしっかり乗っていかなきゃいけないんですけれども、えーまあ、短期的にその流れに逆ろうと思ったら逆らえるんですけれどもやっぱり企業が永続する上でですねその SDGs という考え方であったりその取り組みにしっかりと沿って 事業を展開していくというのはもう今後必須だと考えておりましてこの SDGs に、ね、しっかり取り組んでいこうと思ってです、ね、今、取り組みを進めておりますで。具体的な取り組み事例ですね、えーまあ、本題に入りますけれども、えー、一番大きな取り組みはです、ね、ちょっと文字ばっかりなので写真、写真が多いところに行きます。はい、えー JICA というです、ね、これは海外の開発途上国に日本の機関がですね、投資をして、開発を支援していこうという取り組みの一環なんですけれども、その JICA の事業で、ハト麦というです、ね、穀物の栽培をミャンマーで実施をしております。でこれは実際にです、ね、ミャンマーに行ったときの写真なんですけれども、こういったです、ね、取り組みをミャンマーの地でやっておりまして。 具体的にどのような取り組みをしてきたかというとですねまずは現地に農家さんもあのミャンマーといわれてもですね皆さんあの今クーデターが起こって内戦がもう非常にもあの大変な地域です、まあ、その内戦が起こる前から5年ほどですねずっと取り組んでいたんですけれども現地の農家さんへ栽培の説明をしたりとかですねそして栽培の指導を行ったり収穫を実際に行って そしてそこで収穫したものを現地の工場で加工をしてそして日本に持ってくるという一連の事業をですねミャンマーで実施をしてまいりましたで実際にミャンマーの農業っていうのはどういう状況かというとですねもうこれあのそのまんまですあの牛で耕してるんですねなのでもう日本の、えー、もう何十年前の農業を現地でやっておりまして水牛で耕して人手で えー、一粒一粒いてですね。それを一手で、えー、窯で買ってていいいくという農業をしていますでそこにやっぱり日本のです、ね、農業に対する考え方であったり土壌の改良であったりそれをさらに付加価値を高めるために現地で加工をしてそして農家さんの手取りを増やしていくという取り組みもちろんそれが当社の事業としてしっかり継続できるようにです、ね、進めております。 ただですね、ご存知の通りミャンマーは2年ほど前にですね、えー、軍事政権が、えー、まあクーデターが起こりましてですねもう5年ほど取り組んできたものが、まあ、一,一気にまっさらになってしまったんですねなので、えー、ミャンマーではちょっとこ,のこ,のこれ以上取り組みはできないということで、えー、一昨年からですね、えー、ミャンマーでの取り組みを今度はカンボジアに広げていこうということでえー このようなです、ねえー、ところで今、えー、事業を展開しておりますでまた3月、えー、来月再来月ですね再来月にまた行ってまいるんですけれども、えー、ミャンマーの取り組みをカンボジアに広げていって、まあ、カンボジアはですね戦争で、えー、もう地雷がですね地雷源というのがまだまだたくさんあるんですね。で年間に何千ヘクタールというあの地雷撤去地っていうのがどんどん出てくるんですけれども、えー、地雷撤去地というのはなかなかそれをこう活用されないまんま 放置されているという現状があってですねその地雷撤去地でもたくましく育つのがハトムギですのでその地雷撤去地でを生かしてですねハトムギの生産をやっていこうということで今取り組みをミャンマーからカンボジアにステージを移して進めているところですはい。このようにですね実際に農村での技術の普及ですねこれはモミガラを使ってハトムギって大きなあの まあ、もみが,らがあってですねそのもみ殻を堆肥、えー、にしてそれを、えー、農地に突き込んでですね、えー、土壌の改良をしていこうというところを技術を、えー、普及させていったりとかですね、まあ、こういった座学で、えー、現地の農家さんに対して堆肥、えー、作りだとかハトギの育て方というのをセミナーをしたりとかですねでやっぱりその貧困が非常にですねあの日本でいう貧困っていうのは、まあ、相対的に貧困であると。 いうまあ相対的貧困と呼ばれるんですけれどもミャンマーの貧困というのは絶対的貧困と要はもう食べるものも着るものも住むところもないとえもう生きるか死ぬかというところの貧困が非常にえありますまあこの内戦で本当にそれが4倍になっているというえ本当はですねミャンマーでやりたいんですけれどもまあミャンマーでできないのでえ今ねカンボジアでやってるんですがえこういったこう個人というのが至る所にあるんですね。個人に 当社がもうちょっと賞味期限がもうしろそろ切れそうで日本では売れないというような当社の商品を現地の個人に持っていてですねそれをこう配ったりとかですね、はい、やっておりますそれと熊この前の水害でですね被災した熊地域なんですけれども当社は大麦を主体としたグラノーラシリアル食品を製造しておりまして例えばそういうこう地域の支援の一環としてですね え熊さんの大麦を使ったえグラノーラというものをえこういうステ,ステッカーを貼って、えー、そして一部売り上げの一部ですね、えー、災害の被災地の支援へ活用させていただいたりとあとはこういうふうに、えー、被災地でのグラノーラを、えー、配布させていただいたりというところを、えー、やらせていただきましたあとはあの包材ですねあの商品にたくさん えー、もう本当に何十万枚とかそういったこう枚数の包材を使うんですけれどもやっぱその包装資材もですね環境に良いものをできるだけ使っていきましょうということでバイオマス素材を使ったこういった包装資材を使ったりとかですね使ったりですねあとこれも包装資材の活用なんですけれども、まあ、当社は牛の飼料、まあ、紙袋2 0キロ入りの紙袋これもたくさん使っていてやっぱりこう 使いい道がなくなくっった紙袋っていうのは結構あるんですねでそれをまあ一部、まあ、これはなかなかまだ事業にはなってないんですけれどもこんな提案ができないかなということで紙袋を再加工してですねあのこういったこうエコバッグとしてですね何か活用できないかなという取り組みを検討していたりということをやっております。はいでまあ、その取り組みをですね、まあ 一企業としてこんな取り組みをやってますよっていうのを積極的に発信することで何かしらそれでこう、えー、刺激を受けた方がですねあ私たちもできるんじゃないかなということであの行動につながったらいいなというところでですねこういった積極的なメディアを使った発信をしておりましてでそういった取り組みこう一連の取り組みが、えー、年末に行われたですね熊本 SDGs アワード2022というところで、えー、評価されましてですね で真ん中に椛島知事がいらっしゃってこの写真の一番左の、えー、端の方ですね村岡さんといううちの,あの社員さんがですね表彰を持っているんですけれどもそういった取り組みで表彰を受けたりというところでですね少しずつ取り組みが浸透してきているかなと思っておりますはい、えー、最後になりますけれどもこのような取り組みを通じてですねあのどのような社会、 未来をつかっ作っていきたいかということで、まあ、当初はビジョンを掲げておりましてですねておりますで健康というのは人々の健やかで幸せな生活につながる穀物の加工品を私たちは八千代発そして世界中につなげていこうということでつくろうをつなげるというのはもちろん穀物を生産してくれる農家さんであってその穀物に価値をつけていく私たちそして最終的にその穀物が の商品が食卓に並んで、その笑顔を作っていく人々と、そういった作る人々を世界中でつなげていって、より良い未来を作っていこうというのをビジョンに掲げておりまして、これはまさにですね、17項目の一つ目である、貧困をなくそうであったり、飢餓をゼロにというところを、世界的なパートナーシップで目標を達成しようというこの17番目の項目、この3つで、より良いですね、事業展開、より良い会社に していきたいなということで今歩みを進めていっておりますはい駆け足になってしまいましたけれども以上でですね西田製博の発表を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました西田様ありがとうございましたどうぞ皆様拍手をお送りくださいでは続きまして八代サニーサイドファーム代表 桑原健太様よろしくお願いいたしますいや、西田聖博さんの後に発表するのがすごい、なんというか、恐縮というか、恐る多いんですけれども、えー、小規模零細農家と SDGs という、えー、題名でやっていきます、八千代サニーサイドファームの桑原健太ですよろししくお願いします。 えっと、自己紹介させていただきと2021年、おととしですね、おととし、えー、地元の銀行を退職いたしまして、で去年より、えー、祖父の農園を引き継いで、八代サニーサイドファームという名前で、えー、経営を開始しました、えー、もう農家ですね、ただの、はいで、去年の9月に認定新規就農者となりました。 栽培品目は主にバンペイユーですねバンペイユーをメインに作っておりますで、マ夏とか他の柑橘とかもちょくちょく作っておりますまああの農業ちょっとわかる方ならあれかもしれないんですけども、このやっぱり20ある20あるというのはちょっと規模が小さくてまあ小規模農家と言って差し支えないんじゃないかなと思いますはい。と突然ですが八代サニーサイドファームは SDGs に取り組んでいません こういうい、ね、大々的にはすごいあのなんか申し訳ないというか <laughs> 勇気がいる発言であるんですけど、まあ、実際、ですね、まあ、自分のようなあの小規模の農家ってち,ちゃんと SDGs 取り組んでますという人いるかというと、まあ、なかなかいないですよね。まあ、自分も農家やってるんで周りの、まあ、農家の仲間とかいるんですけどだなんかそんな俺 SDGs やってるよみたいな人って実際いるかというと、まあ、まああんまりいないですよね。 大規模の農家とか法人で経営されている方は、まあ、また話は違ってくると思うんですけれどもまあ自分はまあそう目打って取り組んでいるところじゃないのかなと思いますなんですけれどもまあ,あの去年から農業を始めて1年間いろいろなことを取り組んできて、えー、と結構ですねあの皆さんから「あクワ桑原くんがやってることそれ SDGs だよね」みたいなことを言われることが多かったんですよね まあ自分としてはそんな,なんかやってるつもりじゃなかったんですけれども結構周りの方からなんかそう、なんか SDGs だよねみたいな感じで言われることが多かったのでまあちょっと今回は、えー、私がこの1年間で取り組んできたことっていうのをちょっと、えー、お話しさせていただければなと思います、えー、まず1個目に、えー、キッチンカーですね、えー、ちょっと今日の入り口のところでもキッチンカーを実は出してたんですけれどもちょっとリハーサルとでなかなか。 開くこことががでできなかかっったのでこれが終わてらちょっとお見苦しい画像にはなるんですけれども、まあ、これはうちの天夏です、まあ、全部が全部こうなるわけじゃないんですけれども、まあ、いわゆるうちでいう規格外の天夏になります、まあ、見た目がかなり悪いですねうちがまあ基本的に EC サイ、まあインターネットですねインターネットとか 直売所等で販売するんですけれどもさすがにここまでのものは、まあ、お客様の前にはちょっと出すことはちょっと気が引けるかなというところで、まあ、こういったものどうしてるかというと基本的にはもう山で収穫してるんですけどもそのまま山でもう落としたりとかもしくは、えー、一応こういうのをジュースの原料として引き取っていただける方がいるので、まあ、そういったところにもかなり取れる時は出すんですけれども。 まあこのコンテナいっぱいでやっても大体いい300円とか400円とかぐらいなのでまあ正直労働分にもならないかなぐらいな感じなんですよね。なんででも甘夏ってすごい皮が厚くてまあこれだけ汚いんですけれども実際な切って中身はもう全然問題なくて美味しくてなんかもったいないなってどうにか使えんかなっていうことでいろいろ取り組んだのが。 そのそういった企画外になったものをジュースにして販売していこうとでまあ、ジュースで販売するにあたって、えー、まあどういう形でっていうところなんですけどまあ、お店を構えるとやっぱり初期費用とかランニングコストとかかかってしまうのであのキッチンカーでやっていこうかなということになってで、まあ、それにかかる資金っていうのを、えー、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングですねを、えー、行いました。でまあ、これ 120万の目標金額だったんですけれども、216万5000円、目標の180%集まりまして、まあ、もう大成功だったんじゃないかなと思います。まあ、その中でもその規格外フルーツを使うっていう取り組みがですね、多くの人から共感を得られたんじゃないかなと思います。はい、えっ、ー、と、SDGs のイベントなので、これを SDGs に当てはめていこうかなと思います。 まあ、当てはめると、まあ、こういう二番とか十二番とか、こういったところが当てはまるんじゃないかなと思います。まあ、もともと捨てるとか、まあ、あんまり。なんていうか、うまく使えなかったものっていうのを、えー。活用していって、廃棄物の削減とか。で、自分の所得向上につながるっていうようなところで。まあ。はい、こういう形で言っていけるんじゃないかなと思います。はい で今年から、えー、県内のイベントとかにいろいろ宣伝なんですけどあの出ていこうと思ってますのであこの青い車ですねあの入り口に止まっているのでちょっと見てもらえればこれからあの見つけていただければちょっと遊びに来ていただけると嬉しいです、はいえー、で取り組みの2つ目ですね耕、えー、作放棄地の活用というところで、まあ、またこれ、写真ですね。これあのうちの 祖父の土地になるんんでですすけど昔はみかんを作ってたらしいですで写真だとちょっと伝わりづらいかもしれないんですけどこれ背丈よりも大きい草がもうブーッて入ってて大体2メートルぐらいですねのところでもう本当本当にみかんこんなところで作ってたのみたいな場所なんですけれども,もうほんあそれこそまだ働いてた時ですねサラリーマンやってた時なんですけど休日とかにもう草刈りして。 で土耕してでこういう状態にしてもですねもうあのイノシシとかシ,シカとかが出てくるのでもう周りは柵で囲ってあげて、まあ、こんな感じでですね今いろんな、えー、果樹とかを植えています。これ何植えてるかっていったらですねこれあのアボカドを植えています。はい、あのちょっと珍しいものなんでなんか新しい産品にならないかなと思って植えたんですけど。 ちょっとこれに関してはあのあんまりまだ成果が出てないんですけれどもまあこういう形で耕、まあ、作放棄地みたいなところでも育つようなものを植えて、えー、利,活用利活用を進めていくっていうようなことをやっています。これも当てはめることができるかなと思います。あのこ今回 あのここで写真で載せてるのは、えー、山の方なんですけれども普通に今自分鏡に住んでいて、まあ、普通の、まあ、農地しかないようなところなんですけど、まあ、そこでもやっぱり耕作放棄地っていうのがあってそこでもちょっとそれを活用するっていう活動をしてるんですけれど,してるんですけれども耕作放棄地ってそのままにしておくと虫とかの温床になってしまうんですよ虫とか病気とかの。なのでまあなんかただ作ってないで置いてあるだけだったらいいんですけれども。 結局そこに虫とかが集まって周りで農業をやってらっしゃる方とかの迷惑とかにもなってしまうので、まあ、それをやっぱそのままにしておくんじゃなくて、えー、活用していくっていうことで、まあ、もうそこの地域みんながまあやっぱり住みよい地域になっていくっていう形では、まあ、あのこういう形で SDGs とかにもつながっていくんじゃないかなと思います。 はいで最後がですね学校教育との連携ということで、まあ、こちらは結構自分も意識して力を入れている部分ではあります、えっとまあ、まず1個目にその明治大学さんのまあ農業研修の受け入れということでこちらがあの明治大学農学部がちょっと私の母校でありまして農学部って大体ですねそういうなんか地域の方にまに1週間ぐらい あのまあ泊まり込んで作業をしてみたいなのが単位に組み込まれているんですよね。まあそういったもののまあ研修先として八千代で受け入れられないかなということでちょっと試験的に今取り組んでいます。まああの十人程度の十人程度で来られるのでまあ私一人ではあの受け入れるのは無理なのでえっ、ー、と周りの仲間と一緒に、えー、共同で受け入れてまあそれぞれ分かれてもらって。 まああの補助に行ってその、まあ、農作業の体験をしてもらうとか農家のお話を聞いてもらうとかそういった形ですねで、まあ、もちろん農業のことも知ってもらうっていうのもあるんですけれども、まあ、そういう話をしていく上で、まあ、この地域やつしろっちろっていう地域もです、ね、知ってもらうような形で、えーとまあ、取り組んでおります、まあ、さらにえっ、ー、と そうですね今年1年でやったのがその八千代清流高校さんにて、まあ、私が今取り組んでいること農業っていうことを伝えるっていう講義をしたり八千代小学校さんとは、まあ、z ズームでちょっとお話生徒さんですね生徒さんとお話しして「万平湯ってどうやってできてるんですか?」みたいなですねそういったところで万平湯ってその八千代の特産なんですけどもそういったものを伝えていくっていうようなこともしました。 また先日八代高校生未来会議というのが行われたんですけれどもそちらでも、えー、私の取り組みとか農業に対しての、えーまあ、現状ですねっていうのを、えー、講義させていただきました、まあ、まさにそういうのは、まあ、教育に当たるかなと思います、まあ、次の世代っていうところに、えー、地元この八代のことで地元の産業自分だとまあ農業ですねっていうことを伝えていくっていうことが まあ後々の、えー、地域発展というか、まあ、そういったものにつながっていくんじゃないかなと、えー、信じております、はいまあ、SDGs に取り組んでないとは言ったものの、まあ、なんかこうやって当てはめていくとまあなんかあこんな感じでやってるんだなって自分でも思い,思いますねそうですねまあ自分も大事にしている考え方として「まあ、もったいない精神」とか「散歩よし」とか、まあ、これは まあ自分だけじゃなくても日本人、まあ、日本に結構根付いているような考え方かなと思うんですけれどもこういったものが結局そういう SDGs につながっているんじゃないかなと思いましたでこれは別になんか経営とかそういったもの関係なく日常の生活でも,、まあ、なんかもいないまあもったいないったいうのは分かりやすいですよねなんかもう捨てるのもったいないとかそういったものもそうですし。 三方よしっていう考え方でいくと、なんか自分がやる行動が誰かがなんか被害被ってないかなとか、なんか誰かが悪い思いしてないかなって言ったらちょっと立ち止まって考えるそういったものをしていけばなんか結果的に SDGs になっていくんじゃないかなっていうようなと、えー、思いました。はい、えー、こんなところで終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。桑原様でございました。 え続きまして市内の高校生によりりまますす取り組みの発表を行っていただきます高校生が取り組んでいる身近な SDGs と題しまして本日会場で開催されております「リブックプロジェクト」それから市内の各高校の取り組みなどについて八代市内3校のインターアクトクラブの皆さんに発表いただきますがこれ楽しみですねそうですよね。うん またまたここで皆さんに突然ですが質問です、はい、このインターアクトクラブというのをご存知の方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか いらっしゃいませ、ね。はい、いらっしゃいますよ、ねはい。ありがとうございます。ありがとうございます、えー、私は勉強不足でね。あまりよく知らなかったので、今日私もしっかりと勉強させていただきたいと思っております、はい、会場の皆さんも高校生の取り組みを通じて sdgs について考えていただく機会にしていただければと思っております。それではよろしくお願いいたします。 皆さんこんにちは本日はお忙しいところ本シンポジウムにご参加いただき誠にありがとうございます高校生が取り組んでいる身近な SDGs につきまして私たちよりご紹介させていただきますよろしくお願いしますまずはじめに自己紹介をさせていただきます八代白百合学園高校3年橋本希咲ですよろしくお願いいたします 同じく八代白入学園高等2年下田真央ですよろしくお願いします修学館高校2年牛島真弘ですよろしくお願いします同じく修学館高校2年上永理沙ですよろしくお願いします八代高校2年上村光ですよろしくお願いいたします 同じく八代高校二年、東島奈々子です。よろしくお願いします。<手>本日はこちらの四つの項目について、お話をさせていただきます。インターアクトクラブの紹介を預かった東島です。 インターアクトクラブについてあまり知らない人もいると思うので簡単に説明を行いたいと思います。インターアクトとは国際的という意味を持つインターナショナルと行動という意味を持つアクションという2つの言葉を複合した名称です。インターアクトクラブは世界的な奉仕団体である国際ロータリーのもとに設置された 12歳から18歳を対象とした奉仕グルクラブです。ロータリークラブが存在する世界150以上の国や地域に存在しています。世界的なネットワークを持ちながら、それぞれのクラブが主体性を持って社会奉仕と国際親善に取り組んでいます。世界で最初のインターアクトクラブは、1962年に、 アメリカのフロリダ州メルボルン高校で生まれました現在は世界の約145か国に1万5000近くのクラブがあり30万人を超える会員が活動しています八代にはここに集まっている3つの高校にありますインターアクトクラブでは同じ高校生だけでなくさまざまな年代の方との交流を通じ 視野を広げることができますまた友達と,と一緒に楽しみながらロータリーの長我の奉仕を学び行動力を身につけることができますインターアクトクラブは未来を担う子どもたちの育成を図ることができる可能性にあふれた組織です次に八代にある各インターアクトクラブの取り組みについてご紹介させていただきます。 まず八代インターアクトクラブとは八代南ロータリークラブの下、2020年7月に設立された比較的新しいインターアクトクラブです現在では八代高校八代中学校の生徒約90名が所属しています毎月第1日曜日を奉仕の日とし八代市内各所での清掃活動や 校内で育てた花を市内各所に植える花いっぱいボランティアという活動も行っていますまたその他にも保育園へ出向いたり学習ボランティアを通した小学生との交流にも力を入れていますこの中で活動が制限されがちではありますがリブックプロジェクトをはじめ自分たちにできることを精一杯頑張っています 中学館高校では、例会を月に1回、八千代ロータリーの方が来て、インターアクトやロータリーの活動について話をしてくださったり、今年は農業体験に参加したりしました。大根とジャガイモの種を植えたり、葉物の野菜を植えました。夏休みには八千代港のゴミ拾いや、八千代海球磨川の大掃除大会にも参加し、環境問題についても勉強することができました。 夏休みからは、香港の特進コースの宇佐美さんと保護者が八代アーケードに子ども食堂を作り、そこに参加して、地域とのつながりも大切にしています。私たち修学館高校のインターアクト部は、部員20名ほどで、毎回の作業に全員が参加するのではなく、各自活動できるときに参加するようにしています。私たち八代白入学園インターアクトクトラブは、 主に八代東ロータリークラブの方々や、本校が位置する井上町の皆様と協力し、地域に根ざした奉仕活動を行っています。昨年度は、小中学生の登校の安全を見守りながらの挨拶運動や、野菜の種植えと収穫、芋掘り、学校周辺の清掃、花の苗を植えたプランターを、本校の校門前や、新八代駅の構内に設置する井上町花いっぱい運動などを行いました。 最近では熊本市の桜町でポリオワクチンの募金の呼びかけを行ったり私学合同の高校生フェスティバルに参加したりするなど活動の幅を広げることができましたこれからは新型コロナウイルスの影響でできなかった活動に加え新しい取り組みとしてハザードマップの制作にも努めていこうと考えています引き続き八代白百合学園インターアクトクラブとしての活動をより一層頑張っていきたいです 続いて本日この会場にて開催しておりますリブックプロジェクトについてご紹介させていただきます。私たち八代白百合学園高校、修学館高校、八代高校インターアクトクラブは今回のシンポジウムをきっかけに3校共同でリブックプロジェクトを企画しました。このリブックプロジェクトとは 家でで眠っていいる参考書や創設を必要な方に届けようというとプロジェクトです八代インターアクトクラブ設立当初卒業生が使い終わった古本をはじめとする「参考書」をそのまま廃棄するのはもったいないそれらを捨てず在校生が活用できる仕組みを作りたいと考えていました。 当時は本を集積しておく場所や在校生にどのように活用してもらうのか、といったさまざまな課題から実現しませんでした。しかし、今回のシンポジウムをきっかけに、八代市内インターアクトクラブ3校初の共同プロジェクトとして実現になりました。このリブックプロジェクトを多くの方々のご協力の下、実施できたことに大変感謝しております。 収集期間が短い中ではありましたが、参考書、小説、絵本など、約200冊集めることができました。本当にありがとうございました。このプロジェクトを通し、一人でも多くの方の手に届くよう、心から祈っております。また、リブックプロジェクトは、本会場市民ホール入り口にて開催しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続いて 八代市内高校生の取り組み発表に移ります本日はこの十校の SDGs の取り組みについて発表いたします八代東高等学校です東高生の生徒は昨年12月に本町アーケードで行われた販売実習東高マーケットで SDGs と関連した取り組みを行いました 一つ目が環境保全の取り組みとして、前バッグ持参の推奨です。東高マーケットでは、レジ袋を有料化しておらず、レジ袋の大量消費に見据え、前バッグ持参を呼びかけました。その効果もあり、ご来場された方の多くが前バッグを持参してくださいました。二つ目は商店街と連携して取り組んだことで、本町アーケード全体の活性化につながったと思います。三つ目は、 八代第三中学校で職場体験の事前学習として私たちの販売実習におけるノウハウを伝えましたレジ袋推奨は13番気候変動の具体的な対策を2本町アーケードでの開催は11番住み続けられるまちづくりを中学生への情報共有は4番質の高い 教育をみんなにのゴールに東高生が取り組んだ活動は結びついています。八代支援学校です八津路支援学校の中学部と高等部で行っている活動について紹介します。中学部の作業学習の工業半紙式グループは、捨てたらもったいないをテーマに学習を行っています。今年は廃棄前の牛乳パックや使用済みのコースター等の紙切れを再利用して、 油取りパックを作成中です。この取り組みは SDGs の12番作る責任使う責任に当てはまります。再生利用により廃棄物の削減につながっています。後頭部では事業の中で畑で野菜を育てようをテーマに、加工敷地内の畑の整備を行い、その畑に玉ねぎを植えました。これらの取り組みは SDGs の2番飢餓をゼロ。 11番住み続けられるまちづくりをと15番のリグの豊かさを守ろうの活動に結びついていますこれ以外の学習や活動にも SDGs と結びついているものがあると思いますので今後も SDGs を意識して生活していきたいと思います八代工業高等学校です八代工業高校には特色のある5つの学科があります SDGs における各学科の取り組みについて紹介しますインテリア科は八代町中美術館と題して八代市街地店舗のシャッターにアート作品を描くことにより地域の活性化の一助となることを目指しています工業科学科は河川の環境悪化を防止するために課題研究という事業を通し自然に優しい野潮を利用した石鹸を作り使用促進することで豊かな自然を維持し 強み良いいづくりに貢献しています機械化電気化は鹿による被害を食い止めるべく機械化でケリート式の箱穴製作を実施しましたさらに捕獲の精度を上げるべく電気化で低コスト小型の増産可能な赤外線センサーを活用したシステム構築に成功しました捕獲できた鹿は加工業者に協力してもらいソーセージ等に加工してもらいました 情報技術家は平和な社会、持続可能な社会づくりにつながる心を育むため、SDGs のプロジェクションマッピングを制作し、地域イベントで投影し、SDGs の取り組みを発信しています。八代白百合学園高等学校です。私たち八代白百合学園高等学校のチーム SDGs では、総合的な探究の時間に SDGs について学び、 自分たちにできる身近な取り組みについて考え、実践しています。昨年は、服の力プロジェクトに参加しました。多くの方のご協力により、約千着もの子供服を集めて、難民の子供たちに届けることができました。そして、今年度は、もっと身近にできる取り組みについて話し合い、節電を呼びかけるステッカー作りをしました。 これは目標7であるエネルギーをみんなにそしてクリーンにの達成につながっています作成に際してはサイズや色キーワード親しみやすい絵を描くことを工夫しました友人や先生方からリクエストが来るほど好評で活動前に比べ電気の消し忘れは減ってきており確実に効果が表れています今後は地域の清掃活動にも取り組んでいきたいと考えています 鏡和歌湯高等支援学校です鏡和歌湯高等の普通科では働く基礎を学ぶ作業学習がありますその授業の中でリサイクルラグマット作りをしていますまず先生方などから使わなくなった T シャツを集めその次にその T シャツを短尺状に切ります最後は滑り止めの編み目に短冊1枚1枚を編み込んで作ります 1>, 1枚作り上げるのに早い人は5日ほどで作りますが10日かかる人もいます作ったリサイクルラグマットは300円で販売し大切に使っていただいています専門学科では取り組んだ活動が2つあります1つ目は17個の目標の中から自分が興味を持った目標より詳しく調べたい目標を選択し グループを作り調べた内容を昼用紙にまとめ発表しました2つ目は身近にある SDGs ということでゴミを減らす取り組みを行いました具体的には着なくなった T シャツを材料とし一人一人エコバッグを製作しました熊本高等専門学校八代キャンパスです 熊本高専からは2件の取り組み事例を紹介します。熊本高専では5年間の教育の中でリベラルアーツ教育に力を入れており2年から4年にかけてリベラルアーツ実践という科目を実施しています。これらは学生が学科に関係なくグループを組み社会の諸問題に関係するテーマを考え自分たちでその解決策を考える PBL 教育へ 実施しています PBL 教育とは答えが一つでない課題に対して仮説を立て検証していく学習ですこのテーマ設定の際には SDGs との関連性を意識するようにしていますスライドでは今年の3年生のテーマを紹介しています2件目は4年生がリベラルアーツ教育で実践した内容を g コン2 0 2 2にエントリーした作品です。g コンとは全国の高専に在籍している女子,女子学生を中心としたグループが SDGs に関係した取り組みを紹介するコンテストで進化系ハザードマップの提案でエントリーしました。残念ながら予選通過はできませんでしたが、 防災へのの意識が高高ままり現在も地域のためにと活動を続けていますす学学館高等学校です私たち修学館高等学校のインターアクトクラブではペットボトルキャップの分別に取り組み事業者の方に買い取っていただいた金額の一部を発展途上国に住む子どもたちのワクチンのために寄付しています。また今年度から 前学年にに導入された電子黒板と1人1台ののタブレット端末を使って授業の効率化にも取り組んでいますペットボトルキャップの分別は3番の「すべての人に健康と福祉を」に「電子黒板やタブレット端末を活用した授業は4番の「質の高い教育をみんなに」など私たちが日常的に活動していることが SDGs のゴールに結びついていることを知りました。 今度は時代の変遷を捉えて本校でも少しずつ取り組んでいる5番のジェンダー平等を実現しように向けて男女の制服規定を見直し生徒それぞれが抱く学校生活を送れるよう取り組みを強化していきたいと思います。続いて、て、八八代代農農業業業高高等学校校でです。八代農業高校では、授業の一環として 地域の花いっぱい活動に取り組んでおり地域の方とともに緑化推進活動やボランティア部による清掃および環境保全活動に参加しています花いっぱい運動では近隣の施設の花壇作りやプランタの配布花苗の提供が地域の緑化推進および景観の維持に貢献し地域の人々の生活に潤いを与えているところです地域の要望により八代農業高校が取り組んでいる 清掃および景観維持にかかる活動は SDGs の11番住み続けられるまちづくり花壇に花苗を植える活動およびプランターを配布する活動は15番の陸の豊かさも守ろうさらに地域の NPO 法人と連携して加工にかき殻を使用して地やを育てる環境保全の取り組みは14番の海の豊かさを守ろうに結びついています。 今後も引き続き SDGs の取り組みを行っていきたいと思います。八代清流高校です。八代清流高校の SDGs につながる4つの取り組みを発表します。1つ目は制服についてです。本校ではジェンダー平等を目指して令和5年度より制服の選択肢が増える予定です。具体的には現在の男子制服、女子制服という規定からスラックススタイル、 スカートスタイルへ規定が変更されどちらかを選択することができるようになります大切な学校生活において生徒自身が生活スタイルをしっかり考えその考えが実現できる学校となります次にプロメプランです総合的な探究の時間をプロメプランと称し探究活動に取り組んでいますプロメとはギリシャ神話のプロメテウスに由来し先に考える男を意味します 取り組みは全身の八代南高校時代から続き今年で18年目を迎えました毎年1年間の探究の成果を代表者が全校生徒の前で発表します今年度は本物に触れるという視点で専門家の方や企業の方に協力してもらい探究活動を進化させましたこの取り組みは自分自身の学びを深める良い機会となりました次は 紙の削減についてです令和2年にタブレットの導入が開始され授業や職員間の連絡等がタブレット端末による配信となりましたその結果令和3年度の用紙代は令和,2年度の令和2年度と比較し約17%削減されました今後は紙の使用量だけでなくタブレット利用時の電力削減など SDGs をもっと大きな視点で捉え 私たちにできることを地道に取り組んでいきたいと思います最後にボランティア活動についてです人権ボランティア委員会を中心に月1,2回程度ボランティア活動を実施していますボランティア活動を希望する生徒は誰でも参加できみんな自主的に朝から校内清掃活動に取り組んでいます最後に八代高校です八代高校では毎週金曜日の 総合的な探求の時間に各生徒が興味のある SDGs について活動を行っていますその中で今回は環境について探求活動をしている班を紹介しますこの班では次世代のために頑張ろう会主催の日型観察会やオンラインでの講習会などに参加しマイクロプラスチックについて研究を進めてきましたこれらの講演会で学んだことを活かし実際に自分たちがお店で購入した 魚を使用したマイクロプラスチックが入っていないかの実験も行いましたまた地域の小学校へ水についての校外授業も行いました小学生に環境について少しでも興味を持ってもらえるよう分かりやすい授業をしました今回の活動は SDGs の14番海の豊かさを守ろう17番パントナーシップで目標を達成しように結びついています 今後は他のゴールとも結びつくような活動をし八チから SDGs を広めていきたいです以上、市内高校生の取り組み紹介はいかがだったでしょうかこの発表を通して私たち高校生も身近な SDGs について自ら考えそして行動していることを知っていただけたら嬉しいですまたこの会場にいらっしゃる多くの方が八千代にお住まいだと思うのですが そんな皆さんにとって身近な SDGs とは何でしょうか八代の豊かな自然を守ることや八代産のトマトやバンピーをいっぱい食べることなど他にもいろいろたくさんあると思うんですけれどやはり私は妙見祭の伝統を守り引き継ぐことも身近な SDGs であるともあると考えます皆さんは妙見祭がユネスコ無形文化遺産に登録されている一方 後継者問題が深刻化していることをご存知でしょうか今日は八千代の皆さんにもっと明計祭のことを知ってもらうために企画構成からすべて八千代インターアクトの高校生が考え動画を作ってまいりましたのでぜひご覧ください Thank you 初めての参加でちょっと足手まといになりつつもただこう皆さんのこの地域の輪であったりとかそういったところをすごい深く感じましたまた来年再来年ずっと出ていきたいと思いますのでその時はまた力になれるかと思います これまで400年は続いてきたということで、そのかさぼこ自体が100年継続されて、私たちが取り入れてくれていいう,うそれを今後も同じように継続して伝えていかないといけないというのと、もちろん私たちだけじゃなくて、いろんな団体、かさぼこだったらき はいまあ、同じように今後も継続していかないといけないまあ、最近なかなか人が少なくなって今後、まあ、どういうようにしていくかというのはちょっと大変これから考えないといけないそういういところにまで。 そ月に1回ずつは牧場に出向いて散歩をさせて体を洗って手入れをしてっていうのを繰り返して10月9月の後半からあ今までは毎週1回ずっと馬を散歩させて。 っていうこてじゃあ今から木の河原で走られると思うんですけど意気込みお願いい、しますはいえー、今年もやっと、えー、今年は3年ぶりというところで、えー、いろいろなこう思いがみんなあって、えーまあ、馬の名前の銀次もなんですけど一緒に頑張ってきてくれたので、えー、最後に本当爆発させて <laughs>、えー、最高の奉納ができればと思っております頑張ります。 ください、ありがとうございます。ます今日はどうしてミュ検査に参加されると思いましたかこれね、コロナ前から出て,てて、コロナが出ずっとなかったんですけど、その、コロナが終わって、開催されたので、でね、出れるよ嬉しくて出ました。 ご視聴ありがとうございました。この動画をきっかけに後継者問題が解決されることを祈っております。また、皆様お気づきになりましたでしょうか今までお話しさせていただいた高校生の取り組みは、すべて SDGs17 のゴールにつながっております。あ、私もしたことあるよ。これも SDGs につながっているんだ。など、私たちの話を通していろいろな気づきがあったかと思います。 その気づきがとても大事だと思います。これから私たちと一緒に SDGs について、八代の未来について考え取り組んでいきませんかインターアクトクラブでは、これからも SDGs に取り組む、SDGs に関する取り組みを継続,継続的に行いたいと思います。企業と市民の皆様が居続けたい、移り住みたいと思える年。 八代市を目指し私たちはこれからも取り組みを続けてまいりますご清聴ありがとうございました以上で発表を終わります本当に高校生の皆さん頼もしいですねそうですね本当ね さあそれではただいまから休憩のお時間とさせていただきますこの後3時からパネルディスカッションを行いますどうぞお時間になりましたらばお席にお戻りくださいまたパネルディスカッションにご登壇の皆様はステージにお集まりくださいそれでは休憩です お待たせいたしましたではこれより今日からできる SDGs をみんなで考えようをテーマにパネルディスカッションも行ってまいります、えー、引き続き司会を務めますマサヤンと申しますそして水上清野ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします。では本日の登壇者の皆様をご紹介いたします西田製博株,株式会社 食品部門・企画開発の築崎優子様八代サニーサイドファーム代表桑原健太様八代商工会議所八代未来創造委員会委員長の野尻裕介様 次世代のために頑張ろう会エコユース八代から上村敦樹さん平田里奈さんそして吉川穂中さんです続いて八代インターアクトクラブ八代高等学校東島奈々子さん上村光さんです 最後に八代市から村上理一政策審議官です皆様どうぞよろしくお願いいたしますえでは早速ですが登壇者の皆様に今取り組まれていることを SDGs と紐付けながらご紹介いただきたいと思います西田製博様、八代サニーサイドファーム様 八代インターアクトクラブ様は先ほどご紹介いただきましたので八代商工会議所様エコユース八代様そして八代氏にご発表いただきますまず八代商工会議所八代未来創造委員会野尻委員長よりお願いいたしますはい皆様こんにちは ただいまご紹介いただきました八代商工会議所八代未来創造委員会委員長をおせつかっております野尻悠介ですよろしくお願いいたします私の方から八代商工会議所の SDGs の取り組みについてご紹介させていただきます八代商工会議所2020年4月より現行の体制をとっております2020年4月八代商工会議所竹永純一会頭が就任され2060年八代の人口 10万人以上を掲げて持続可能な八代を,八代を目指し SDGs 推進委員会を設置されました名称を変わりまして今八代未来創造委員会となっております、えー、皆さんご存知の通り2020年4月はコロナウイルスが猛威を振るい思ったような事業活動活動ができない制限されている状況でございましたそんな中ですね八代商工会議所が中心となって安心な街八代プロジェクトを発足させました 目的としましては安心して食事、買い物、仕事、日常生活などを行い持続可能な八代を目指すことを目的としております皆さんも街中で緑色ののぼり旗だったり緑色のステッカーご覧になっている方もいらっしゃると思います、はい、安心な街八代プロジェクトの構成団体としましては八代商工会議所八代市商工会八代経済開発同友会 一般社団法人八代青年会議所の経済四団体に加えて八代市県南広域本部八代保健所の行政機関も含めて共通認識と連携した活動を推進しております対象事業所は飲食店だけではなくて宿泊観光文化施設リビオ、サービス業小売卸業などすべての事業機関を対象としております 今現在2400点の事業所にプロジェクトに登録していただいております。プロジェクト発足当時から SDGs の掲げる17項目の中の3番「すべての人に健康を福祉を」11番「住み続けられるまちづくりを」17番「パートナーシップで目標を達成しよう」の3つを掲げて活動をしております。この団体、えー、安心なまちプロジェクトは熊本県 SDGs の第1期で団体としては初めて登録をいただいております続きまして委員会事業です先ほどもお話しいたしました熊本県 SDGs 登録申請制度なんですが令和3年4月に熊本県が創設した SDGs に取り組む企業を後押しする熊本県の登録申請制度ですこちらは 日ごとに登録申請セミナーを開催し、事業所の取り組みの見える化、そして2030年までの目標設定を目的として SDGs の考え方を分かりやすく解説して支援をいたしております。今週の火曜日にですね、第4期の発表がございまして、今現在、八千代市内には現在114社の登録がされております。こちらの熊本の くまモンが SDGs のマークを持っているんですがこちらが登録事業者のマークとなっておりますので皆さん、ぜひ注目して見てみてください。はいえー、最後になります、えー、令和5年度の取り組みといたしましては八代商工会議所令和5年の取り組みとして2200社会員企業の2200社を超える事業所に対し環境、エネルギー働き方新型コロナウイルス対策など情報提供やセミナーの開催を予定しております。 また2月7日に八代商工会議所内に女性経営社会虹色を設立し SDGs の貧困をなくそうジェンダー平等を実現しよう作る責任使う責任などを対象に事業方針事業計画に盛り込んでおりますまた広島県 SDGs の取り組みの支援として事業所支援委員会を新たに設置し継続した活動支援を行う予定としております 簡単ではございますが八千代商工会議所の SDGs の取り組みの紹介としては以上ですありがとうございます野次委員長ありがとうございました続きまして次世代のために頑張ろう会エコユース八千代上村さんよりお願いいたしますはい皆さんこんにちは八千代高校2年エコユース八千代の上村敦樹です 今日はエコユース・八代の紹介を簡単にさせていただきます2021年7月10日に私たちエコユース・八代は八代の干潟や自然環境のことを水をキーワードにして学び守り次の世代につなげるために結成されましたこの日はいろいろな学校の高校生がチームメンチームメンバーとなり一期生としてこれから 私たちのふるさとを次世代につなぐために活動していきアジア太平洋密サミットのポスターセッションに参加することを目標に頑張っていくことになりましたこれは昨年度の活動の一部です昨年度は計15校ほどのイベントや活動を行いました干潟観察会遠征植物観察会では干潟に入ってカニや貝類トビハゼ や遠征植物という、まあ、特,別特殊な植物の観察をしたり大掃除大会はあの例年行,な行われているイベントなんですけどいろいろな八代市内の高校の生徒や企業の方とともに河口に落ちているゴミを拾うイベントです。で歴史や建造物にも目を向けて や疑問について学ぶ歴史散策学習会や大学教授や専門家の方の講義を聞く青少年水サミットも行いましたこれは私たちが主に活動,し活動をしている熊川の河口の写真ですここは市議・千鳥類の重要な生息地としてえー 水鳥重要生息地ネットワークにも登録されている場所ですもちろん干潟はたくさんの生き物による天然のろ過装置として海の水質にも大きく貢献をしていますもちろん海の恵みを食べている私たち人間にとっても非常に大切な場所になっています世界中の干潟は今埋め立てなどにより消失しているというニュースを ニュースを見たことがありますその中で八代にこんなに広大で素晴らしい干潟があるということは改めてすすごいいこととなんだと思います先ほど紹介した歴史散策学習会では八代平野の3分の2は干拓によってできた土地であることやひもは干拓の時に使われたもので八代に文化財に指定されたひもが2つもあることを学びました。 でこれはアジア太平洋水サミットに参加するにあたって八代のことを分かりやすく伝えるために干潟の姿、悲文の疑問という2つの動画、まあ、2つのタイトルで動画とパネルを作成しましたでこれはそのアジア太平洋水サミットに参加することを福島副市長に報告をしに行ったところです これは実際ににアアジア太平洋水サミットに行った時の写真です各国の首脳などたくさんの外国の人もいる前で私たちがしてきた SDGs の水についての目,の,の目標達成のための活動を発表しました初めての国際的な場だったので非常に緊張したことを覚えています そして2022年5月21日から今年度のエコユースの活動が始まりましたその一部を紹介します、えー、今年度は SDGs SD の水に関する目標を中心としてそ,そこからもっと広がった活動もしていきましたこれはマイクロプラスチックがどれほどの影響を与えているか干潟に行って生き物を採取して調べました また川海だけでなく田んぼにもフォーカスを当てて活動もしました。またこれは先ほど紹介した大掃除大会なんですけど、今年度はエコユース私たちエコユースが企画運営をしました。企画運営をして行いました。そして今年も歴史探索学習会やお願いします。 バードウォッチングや渡り鳥のワークショップを行い歴史や生き物に関する知識ももっと深めることができました10月に行われた環境フェスタでは中村市長もおられる前で私たちの今までしてきた活動の報告などをさせていただきましたでこれは先月12月23日と26日に市役所ロビーで行ったパネルセッションの様子です 昨年度は SDGs のナンバー6や14の水に関するところに視点を置いて活動しましたが今年度はそこから 12, 12番の作りる責任、使う責任や13の気候変,気候変動15の陸の豊かさにも視点を広げて活動することができましたまたカーボンニュートラルの視点も加え温暖,温暖化対策につながる活動もしていきたいと思います。 SDGs のすべてのゴールは何かしらあのどこかしらで全部つながっているということを実感することができましたこれからも SDGs の17のゴール17のゴールを意識しながら活動していきたいと思いますご成長ありがとうございましたエコユース八代上村さんありがとうございました最後に八代氏から 村上利一政策審議官お願いいたします。はい改めまして皆さんこんにちは。えっと安治市の政策審議官しております村上と申します。本日はよろしくお願いいたします。えっとまずはですね今日あのこのようなあのキックオフイベントを開催したところあの非常にたくさんあのお集まりいただきましてあの本当にありがとうございます。えっと私の方からのですねショートプレゼンにつきつきましては。 えまあ今回はこういったシンポジウムを開催をさせていただいたまあきっかけというか背景というかですねそういったところを若干ご説明させていただきながら市役所としてえまあどういった取り組みをしているかっていうご紹介をですねさせていただければと思います、えー、ではスライド次お願いいたしますはいあのー、本市におきましては昨年の5月に SDGs 未来都市それとあの SDGs モデル事業というものにですすね、えー、採択をされておりますこれはあの内閣府が SDGs への取り組みが優れた都市をですね、えーまあ、全国の中から選定をするというものでございますであの昨年度令和4年あ今年度ですね令和4年度におきましては全国で30都市が未来都市に選定をされています。 それと SDGs モデル事業というです、ね、あの国から補助金ができる事業でございますけれどもこれは10事業が選定をされておりまして、えっと、実は SDGs 未来都市と申しますのは、えー、まあ全国で1700ぐらいあの自治体があるわけですけれども今のところ全国で本市を含めまして154都市が選定されています。 熊本県内ではここに書いております通り小国町のほかですね熊本市水俣市菊池市、まあ、こういったところがですね8都市選定をされているというところでございます。でその中であの本市もですね令和4年度に選定をされまして本市のテーマがですねここに書いてございますけども。 経済雇用それと地域資源地球環境、まあ、こういったですね働きたい町住みたい町育てたい町低炭素な町、まあ、こういったものをあのテーマにしておりまして、まあ、キャッチコピーがですねちょっとここには書いてなかったんですけども人企業地域をつなぐ SDGs フードマッチング事業ということでモデル事業をですねこれから進めていくというところでございます。ああののの写真はあの昨年のですね この SDGs の未来都市の,この選定省の授与をです、ね、当時の野田地方創生担当大臣から中村市長に選定の授与式をです、ね、行った模様でございます次のスライドをお願いいたしますでこういったあの選定を受けまして、えー、八代市におきまして、まあ、どのような取り組みをしていくかということでま,、まあ、まずは職員からまずは活動をしていきましょうということで取り組みを進めているのが この SDGs 推進員というものをですね、えー、選定をさせていただきながら研修を行っているというものでございますまあ、こういったあの座学とか、えー、とまあ、カードのですねゲームとかですねこういったものも通じながら、まあ、楽しく SDGs について学んでいこうということでこれまで2回そういった取り組みをしております次お願いいたします。はいそれとあの、まああののま 昨年、えー、SDGs の未来都市に採択はされたといいましてもですね実はまあこれまでも主な取り組みということで、えー、様々な取り組みをあのしてきたところでございまして、えー、フードドライブをですね実施をしていますあの。フードドライブって最近、まあ、あのまあ最近聞き始めたというか、まあ、最近浸透しているような用語ではありますけども、えー、各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄って それらをまとめて地域の福祉施設ですとか団体などに寄贈する活動のことを言いますけれども、まあ、こういったフードドライブもです、ね、本市におきましては昨年の10月にこういった廃棄される食品、まあ、食品ロスですねこれを削減するために家庭や職場にある食べる予定がない飲食品を譲っていただきまして 支援をされる方々にま提供するというようなこういった活動も始めたところでございます。えー、と次お願いいたします。はいあの、えー、と市のですね取り組みとしてま様々やっておるのですけども、えー、ここ最近の取り組み事例としてですね、えー、と一つだけご紹介をさせていただくと。 昨年の12月に大塚製薬様とですね健康増進等に関するまあ包括連携協定というのを締結をさせていただいておりますでその中で、えーまあ、市内5箇所本市においては子ども食堂がございますけどもカロリーメイトですとか相違除衣そういったですね大塚製薬さんの商品でございますけども あの翌日の朝食にですねこの子ども食堂にまあ提供するようなですねこういったあのまあ県内で初めての取り組みこういったものもさせていただいているというものでございます。であのまあ市の中でですねまあいろんな取り組みをしておりますけどもまあこれからはこういったの企業との連携というのがですね非常に大事になってくるということでございますけどもまあこの他にあに。 今日主催者の一つでございます肥後銀行様ともです、ね、連携しながらあの俳優の改修のプロジェクトをです、ね、進めさせていただいたりとかあるいはあの郵便局と連携しながらあの買い物支援のサービスをです、ね、始めたりとかです、ね、そういったあのいろんな企業様と連携をした上での取り組みというのもです、ね、少しずつ増やしていっているという状況でございます。 はい、主な取り組みは私の方からは以上でございますご清聴ありがとうございましたえ、村上政策審議官ありがとうございましたえ、お三方より発表を頂戴いたしましたえ、それでは皆さんからのご発表をいただきました取り組み事例などをもとにいろいろとパネルディスカッションをしてまいりたいと思います えまずは西田聖博様にお伺いしたいんですが企業として SDGs を推進されている中で月崎様はどのような思いで SDGs に取り組んでいらっしゃるんでしょうか。はい 会社としては先ほど社長が講演したようにミャンマーとかカンボジアへの支援などを行っているんですけれども私が個人として今後取り組んでいきたい目標がこの SDGs の17ある目標のうち3番目「すべての人に健康と福祉を」です。 で私はここにこうしてあの会社の代表みたいに座ってますけどあの入社してまだ3ヶ月でして、えー、とまだ入社したばかりの新人ですで、えーとまあ、転職したんですけども、まあ、その転職した理由の一つに私の母の存在がありますで私の母は1年前に他界しました、えー、と膵臓癌でした 闘病生活中は、えー、と自分にできることは何なのか自分の役割は何なのかということを考えて行動してきましたそして亡くなった今、えー、と私の心の中に生きる母っていうのはまあ外食などをほとんどせずに、えー、と私は母の手料理で育ってきたんですけれども、まあ、幼少期は正直あの 外食をよくするご近所さんがいらっしゃったんですけどそういったごご近所さんがすくういう記憶があるのはよっぽど憧れがあったからだとは思うんですけれども、まあ、振り返ると、まあ、母の単なる家庭料理なんですが、まあ、その家庭料理っていうのがどれだけ贅沢なものだったんだろうと今は実感してます。でえっとまあ 外食が悪いとかそういうことではなくて私がまあ整形する一つのものとして、まあ、自宅の食卓を家族が囲むという環境があったということです。で母の病気が何だったのかっていうのはわからないですが、まあ、毎日、えっと、の日頃の積み重ねだったと思っています。なので、 毎日ご飯を食べる口にするものっていうのは、まあ、自然と健康につながるものでありたいそういう思いが、まあ、より実感しましたで、まあ、笑顔あなたの食卓にっていうのが、まあ、西田製膜のミッションの中にあるんですけども、まあ、まさにこの実体験っていうのが、まあ、私がこう共感する一つになったのでまあ。 会社にこの会社に入りたいっていうふうに思ったんですけどこの、えー、と西田製麦が取り扱うこの弊社の大麦という商品あの食材っていうのは、まあ、自然健康に良いとされているものですので、まあ、そうしたものをあの地域の皆さんに提供することで、えー、と健康の、まあ、に役立つことができればなと思ってます。 サスティナブルなあの社会っていうのは健康な体が一番だと考えています。なので、今後私はそういったサスティナブルな地域社会に貢献できるように、ま体にいい食材を商品開発をできたらなと考えています。はい、ありがとうございます。 あのき崎さんご自身のお話もしていただきましたが、まあ、そういった経験もあった上でえで、ー、西田聖博様でお仕事をされることになって、まあ、あの会社のミッションですとかあと方針がこうまさに共感されているということなんですね、まあ、ですからあの企業としてまさにこう本業で SDGs に貢献されているというふうに印象を持ちましたがあの今後の目標など何かありますか はい、あの私は商品開発っていうところに所属しているんですけれども、まあ、今後それとともにあの取り組んでいきたいっていうのが食育になります。で先ほど述べたこととまあ重なるところではあるんですけど毎日まあきちんと食べることっていうのは健康な心や体を育むために重要であると考えています。なのので、まあ、そういった食育の推進に なるような商品開発を行ってはいきたいと思ってます。で、まあ、現代社会だとまあ、共働きの家庭が増えてとか。あと、まあ各家族で祖父母に頼れない。そういった人々が多くいると思います。そういったあの料理をする時間が削られてしまって、あのご飯を食べ食べてないとか。あとちょっと知り合いに聞いたんですけど、あのグミを食べて保育園にあの？ 来た園児がいるっていうふうに聞きました。ちょっと驚いたところではあって。まあ、そういった、まあ、あの、時間がない中で、まあ、栄養がしっかり取れる、そういう商品を作ることができれば。まあ、親御さんもお子さんも笑顔になれるんじゃないかなと思ってます。で、えっと、現在でも、あの、弊社は、あの、出前授業って言って、あの、小,小学校とか。商工会に、あの、無料で出前授業を行っているんですけど。 まあそういうところで、えー、と正しい食の知識っていうのを身につけてもらって、まあ、健康な食生活健全な食生活を送ることができるサポートができたらなと思ってます。あとそれから食育の一環なんですけども、まあ、エシカル消費っていうのにも取り組んでいきたいと思ってます。でえー、とこれはまあ食品メーカーカとして のまあ、のフードロスをできるだけ出さないようにするための、まあ、作る責任使う責任っていう SDGs のゴールの一つなんですけど、まあ、計画的な製造を心がけるとともにあとまた市民の皆様にもあの手前取りって最近よく聞くと思うんですがそういったことを、まあ、のエシカル消費として呼びかけて、まあ、フードロスの少ない地域づくりに貢献できたらなと思ってます。 はい、ありがとうございます。このフードロス、本当にあの深刻化してきていますよね。はい、で、私も何かやってるかなとあの考えてみたんです。ただ、本当に小さな小さな我が家の取り組みとしては、うん、どんな特売日であっても、どんなに安いものを見ても多くは買わない。あの家族が食べられる分だけをなるべく買って、冷蔵庫の中はなるべくスカスカの状態に。 しているんですすね一応やっぱり安いいいとつい買いがちででん、ね、そうな家族が少ないとキャベツだとか白菜だとか一つ買ってしまうと、まあ、しばらくはね消費することになるんですけれどもその多くは買わないということそれから YouTube の番組で子ども食堂さんに取材に伺ったことがありまして、はい、でその時にその消費期限はまだ過ぎていないんだけれども我が家ではもう 食べられませんというものをあの,他の家族の方が持ち寄ってくださっていたりまた企業の方がサンプル品だとか、うんえー、そういうものを寄付していらっしゃったんですでそ,のそれに合わせてその地産地消の意味も込めて地元の農家の方々が協力しておいしい野菜をたくさん届けてくださっているのを見て、うん、もうとても素晴らしい取り組みだなというふうに思ったのを今思い出しました。 あの今、その西田勢漠様から食という観点からご意見いただきまして、まあ、我々の生活にはこの食べることというのは本当欠かせないわけですけれどもこの同じ食という観点から八代サニーサイドファーム様にちょっとお聞きしたいんですがこの八代という場所でまあ農業をされている思いですとかあとこの食を通じた SDGs に対するお考えちょっとお聞かせください。はい まあちょっと先ほどお話した中で SDGs 取り組んでないってちょっと大ピラに言ってしまったものなのでまあなんかまあでも実際にはそうではないというようなところで自分の,その活動も SDGs につながっているっていうところでまあ食に関して言うとまあうちの取り組みとしては今その入り口に出しているキッチンカーがまあそういったところにつながってくるかなと思いますえ今日その出店しているところのえまあ販売している商品なんですけどそれがジンジャーシトラスドリンクなんですよね でこの神社、まあ、生姜ですよね生姜は、えー、と自分の友人の生姜ででまで、あ、シトラスはまあうちの,その先ほど言ったそのフードロスじゃないですけれども、まあ、ちょっと使えないなみたいな甘夏を使ったりあとレモンも使ってるんですけどそれもまあそういったものですよね、まあ、そういったものを使ってまあコラボ商品として、まあ、あの出していく、まあ、こういった形で、えーまあ、フードロスもそうですけれども、まあ、周りの農家たちと一緒に。 まあ自分の,その農園の理念というか、えーまあ、テーマというかに「おいしいでつなげる人の輪」っていうものがあってですね、まあ、これもまさにおいしいものを作る上で、まあ、農家同士協力し合って、えー、その農家がつながっていくみたいなこともできるかなと思ってます。まあもう これはまあどうなんですかねパートナーシップとかになってくるんじゃないかなとか思ったりするんですけどでさらにですね、まあ、この美味しいものを求めてですね例えばあの自分が、えー、学生の頃は関東にいたんですけれども、まあ、そういった、えーまあ、県外の友人とかが八代、まあ、に遊びに来てくれるみたいですね、まあ、わざわざ八代にあそ足を運びたいなって思わせるほど美味しい魅力的なものっていうのを、えー、作る取り組んでいくっていうことがまあ 最終的にそしては八千代の関係人口とかも創出していくっていうところにつながっていくんじゃないかなと考えていますやはりおいしくてこう無駄がないというそういう取り組みに賛同される方最近やっぱ多いですしね。 ここまで市内の事業者2社にご意見を頂戴しましまた、はい、西田聖博様とサニーサイドファーム様は私たちに身近な食という観点から SDGs に取り組んでいらっしゃるんですけれどももちろん八代市内にもさまざまな業種の企業様があるかと思います。 八代商工会議所の野尻委員長に伺いたいんですが事業者が SDGs に取り組むにあたってまず一歩目として重要な,重要なことは何なのかもし今お感じの課題などがあればせせてごご意見をお聞かせください、はいいはありがとうございますまずですね SDGs と聞くとどっか大企業がやってるどっか遠いところで行われているようなイメージを持たれている方が多いかなというふうな そうではなくて、えー、中小企業とか小規模事業者が取り組むメリットの方が多いのではないかなというふうに私は感じています、えー、先ほど、えー、桑原さんから「取り組んでません」という <laughs> びっくり発言もありましたけど <laughs>、えー、SDGs を取り,組む取り組もうとするものではなくてですね今やってる活動自体取り組んでいらっしゃる事業自体が SDGs につながっている、えー、そういう認識を持っていただきたいなというふうに思っています。 えそして重要なことはですね、えーまあ、西田誠博さんも特にやられてますけど、えー、社員全体で共有すること共有して会社社会につなげていくことだというふうに思っています、えー、また商工会議所の取り組みでも、えー、ご紹介したとおり、えー、SDGs は目標の設定です、えー、ですので、えー、目標に対する落とし込みそして取り組みに対する細分化と紐付けですよねそして発信していくこと その取り組みを発信してていいくくこととが重要になってくると思いますまずですね各事業所がその2030年の目標を掲げて将来像を見せることで今や,る今やるべきことが見えてくるものだろうとそして SDGs を知る理解するにつながって SDGs の取り組みを自分ごと自分ごととして考えることができるんではないかなとその子がまず第一歩ではないかなというふうに思います。 まあ、あのつまりこう企業、そして事業所の皆さんがそれぞれなさっている事業活動というのを、まあ、SDGs の視点から見てこう紐付けして整理していくことが、まあ、自分ごと化につながるしひ、まあ、いてはそれが SDGs になるということですね。あのその具体的に取り組みを整理していくためにはあのどういった方法があるとお考えでしょうか、はいえー、取り組みを見える化とか明文化する。 ためにはです、ね、先ほど紹介しました熊本県の SDGs 登録申請制度を活用することもできると思いますまた取り組みを個々、ね、の事業者が発信することで地域の信頼につながって今日多くの高校生の皆さんいらっしゃいますけど将来この会社で働きたいと思っていただけるような雇用の安定につながるとも考えてますはい、えー、自然豊かな熊川そして八代海ですね 豊かなふるさとのやつらの環境も含めてえ持続可能な街とするためにも、えー、SDGs の取り組みを推進してこの発信というキーワードのものにですに、ね、事業の見える化そして情報発信これはますます重要になってくるかなというふうに思いいいまますすはあ、い、ありりががととううごござざいます。 確かに SDGs と聞きますとどこか遠いイメージがあるかもしれませんけれども、うん、今お話をいただいたように皆さんが普段やっていらっしゃるお仕事ですとか業務がすでに SDGs につながっているということなんですよねまずは自分の会社とつながりの深いゴールはどれだろう貢献できるゴールはどれだろうと考えることから始めてみるのも大きな一歩につながるかもしれませんよね。はい 併せて野尻院長様から豊かな球磨川八代海を守りながら持続可能な街にしていく必要があるというお話がございました。 環境がキーワードになってくるかと思います皆さんどうでしょうか、うんえー、そして皆さんも環境の変化を感じていらっしゃいませんか例えばもう夏がとにかく異常に暑くなっていることですとか、はい、毎年災害級の雨が降るなど生活の中でも少しずつ環境が変わってきているなと私自身は感じております でここで環境という視点からえ次世代のために頑張ろう会の平田さんにお話を伺いたいと思いますえ八代そして熊本まあ、ひいては地球全体の環境を守っていくためにエコユース八代としてもいろいろな取り組みなさってると思いますえどのようなことを意識,意識していくことが環境保全につながると思いでしょうかえそれから皆さんが普段の生活の中で取り組んでいることなどあればぜひ教えてください はいえっと、八代の産業と環境についてなんですけれども八代には特産品がたくさんあってトマトやバンペイ油などの農産物はもちろんなんですけど八代海で採れる青のりなどの水産物も八代の特産品の一つですしかし漁師さんの高齢化が進んでいて後継者不足であるということを耳にしましたこの現状を解決するために私たち一人一人ができることとして 地元で取れたものを地元で消費する地産地消を心がければいいのではないかと考えましたこれは水産物に限らずどのような製品でも同じだと思います地球生態系という視点から物質の循環を考えて地域で実践する取り組みを八千代市民全員で行うことで SDGs になるのではないかと思いますさらに私たちエコユースや千代ではこれまで八千代について知り 学んできました八代の干潟のことや球磨川のことなどエコユース八代に入るまで知らなかったことや実際に感じてみて初めて気づいたことがたくさんありましたそして地球の水の循環について考える機会ができたことでそこから自分の住む地域の水環境の大事さについても考えることができましたそれは次世代のために頑張る会の考え方シンク・グローバリー・アクト・ローカリーそのものです このように知って体験を通して感じ考えることにより八代の素晴らしいところを見つけたり誇りに思うべきところが増えたので今度はそれを次の世代に伝えていくことが大事だと思いますそして私たちエコユースだけでなく八代のもっとたくさんの人が八代のことを知ってつながり共に考えて伝えていけたらいいなと思います 本当にそうですよね八代は美味しいものたくさんありますから、はい、その八代さんのものを食べるということも SDGs につながるんですよね一人一人が生活の中で小さなことから取り組んでいくことで将来大きな動きにつながりますよねそうですね、はい、まああの環境というとまあ身近で浮かぶ言葉例えば温暖化であるとか脱炭素いろいろありますけども、うん、まあこういったものを急にガラリと変えるのは難しいにしても、はい、例えば 週に1回は自家用車じゃなくて公共交通機関を使うとか僕はあの自転車移動ばっかりなんですけどもう、ね、たまにこう運動を兼ねて自転車で移動するというだけでも長い目で見るとこれは大きなね積み重ねになると思うんですよねいで、あのー。今回エコユースの代表として上村さん、平田さんそして吉川さんに来ていただいております。 あの今小学校中学校それから保育園幼稚園でもこの SDGs を学ぶ機会が増えてるそうでしてねあの子ども向けの SDGs の歌というものもあるんだそうです、えー、あのこのような SDGs につながる、ま、取り組みに参加することになったきっかけについて教えてくださいはい私はもともと SDGs という言葉は知っていたんですが SDGs の内容をちゃんと知ったのは高校1年生の時に 探究活動の一環で SDGs の調べ学習をした時でした。また、エコユースやチロとして河川浜辺の大掃除大会や不法投棄調査などに参加して、そこでまた環境について考えて、そこからさらに SDGs について積極的に取り組むようになりました。私がこの SDGs を達成するために必要なことは、SDGs のアジェンダ冒頭にある誰一人取り残さないということだと思います。 そこで世代間交流による地域学習を行うことでみんなが八千代のことを知り八千代の魅力を再発見できるのではないかなと思います。例えば今まで農業水産業林業をされていた方々に私たち若い世代が八千代のいいところやお仕事で培った経験などのお話を実際に伺ったりすることなどが挙げられるかなと思います。 そこで学んだ若い世代がさらに次世代につないでいくそして八代を誇りに思う人が増えて SDGs アジェンダ冒頭の「誰一人取り残さない」を達成することで SDGs の達成に近づくのではないかなと思いますみんなで八代のこと環境のこと SDGs のことを知ることが大きな一歩かなと思いますありがとうございます 本当にししっっかり考えていらっしゃるんですよね,ね、はい、このような若い世代の皆さんがこれだけ頑張っているということは私たち大人も真剣に取り組んでいかなければならないですよね。そうですねはい 同じく八代インターアクトクラブからも八代高等学校の東島さんそして上村さんに来ていただいております先ほどの発表で市内の高校ですでにいろいろな取り組みをされているということが分かりましたまた皆さんは今回のキックオフシンポジウムをきっかけにリブックプロジェクトにも挑戦されたということなんですがこの SDGs に関わることで何か皆さんの中で変わったなと感じたことはありますか そうですね。まず、私の中で一番変わったなっていうふうに感じるのは自分自身の意識だと思います。私がインターアクトクラブに参加しようと思ったのは、八代高校中学校にインターアクトクラブができるよ。って聞いたときになんか。まあインターアクトクラブを知らなかったんですけど、なんか面白そうだから参加してみようかなっていう。まあ漠然とした好奇心からだったんですよね。でも、その活動をする中で、自分は誰かのために行動することが好きなんだなって。いう ちょっととずつ気づくことができて、まあ、自分で言うのもなんですけど普段の生活でほんのちょっとした本当にちょっとした気遣いができるようになってそれが誰かに気づいてもらえたとしても気づいてもらえなかったとしても毎日が少し楽しくなった気がしますまた SDGs に関わることでたくさんの方と関わる機会がとても増えたなっていうのをすごい最近思っていてまあ インターアクトクラブの活動を共にする南ロータリークラブの方だったり今回のシンポジウムの動画作成や活動発表等で連携させていただいた民間企業の方だったり八千代市役所の方だったり他校の同級生だったりもう本当に開ければきりがないほどの方と関わらせていただく機会がありました本当にこういった人と人との関わりが積み重なることで、まあ、先ほど見ていただいた動画 の通り八千代妙健祭の後継者不足の現状を多くの方に知ってもらい解決していくきっかけになるのではないかなというふうに思いました。ありがとうございました、まあ、ですからやはり SDGs を通じていろんな見方や考え方が広がったことでさらにまた広がって、はい、それがまた人との交流にもつながってくるわけですね。うんうんあの,明健祭のお話ありましたが、ええ 私が小学生ぐらいまで僕塩屋町というところに住んでまして、はい、塩屋町はあの持ち回りで「か料ょうびが」というか、えー、箱を引くんですねほほあの天女の羽衣みたいなのを着てるんですけども、はい、僕が小学生の頃40年ぐらい前ですから、まあ、子供が多い時代だったんですよそれがやっぱり今の時代になるとまあ子供そのものも少ないし多分その塩屋町に住んでらっしゃるご家庭も減ったりすると。 やっぱ状況は相当変わってるんだろうなと思いますもんね。うん、ただその、うん、マセの中では小さい頃のその楽しかった思い出っていうのは今でもあるわけですよね、はい。ありますし、なんか当たり前にそれが続いていくんだろうなと思ったんですけど、はいそういうわけでは決してないんですね。そうですね。あの連携それからパートナーシップという言葉出ましたが、えー、今回のシンポジウムを作り上げるにあたって、そのインターアクトクラブの皆さんは八代市や各学校の代表が集まって何でも 打ち合わせを何度も行われたそうですね。そうですね。私たちは10月頃から多い時は1週間に1回、あの市役所の方や非営銀行さんと打ち合わせを重ねて、あのどうすれば八代市民の皆様にあの SDGs を知ってもらうきっかけ作りができるかをあの一緒に検討してきました、えー。こんなにたくさんの大人の方たちと関わってあの。 会議をしたりする機会が今までなかったのであのかなり不安もありましたし緊張ももちろんしたんですけれども学生だけでは考えられないような案が出たりあの私たちだけではなんか考えるだけで終わってしまうような大規模なことでもどうにか実現できるように思考を凝らしてくださって大変意義のある会議ができて貴重,に貴重な体験になりました。 またあの短期間でゼロから作り上げる大変さはありましたが、えー、先ほどお話ししたように学校の垣根を超えた取り組みにつなげることができ私たちの世代から発信すすることがでできてよかったです皆さんのこの熱い思いってますよねそうですね。 さあここまでいろいろなお立場の SDGs に対する思い今後の目標なども含めて伺ってまいりましたが最後に今回の主催である八代市の村上審議官にお伺いいいしたいと思いますえ今日のシンポジウムがまさにこれから八代市が一体となって頑張っていくぞというイベントになったかと思うんですが本日の登壇者の皆さんのご意見をどういうふうに受け止めたかお話しください。はい、あ,ありがとうございます 今日はの事業者の皆様団体の方それとまあ高校生のですね皆様全て聞きましたけども素晴らしい取り組み素晴らしい思いでやられてるんだなという思いが、まあ、まず一番に感じましたあのやはりこれからですねその、まあ、我々がその SDGs に取り組むにあたって まあ、その市としてですね未来都市の採択を受けてこれからまあどんどん取り組んでいくことになるんですけどもあのやはりあの私たちのキャッチコピーにも書いてあるんですけどもこの人と企業と地域っていうのをつなぐですねそういったこう役割っていうのは非常にこう大事なのかなというふうに思ってましてあの我々が行政が自ら取り組むと事業に取り組むっていう視点も大事なんですけども。 行政だからでできるることとがたくさんんあると思うんですよね、まあ、今日あのいろいろお話しいただきましたけどもやっぱ時折こう市との打ち合わせをたくさんさせていただきましたというようなあの言葉もですねあのお聞きしてやはりあの我々というのはやっぱ地域だったりその市民の方々だったりその各企業とか団体とかとの関わりがやっぱり非常に深いのであの我々しかできない分野っていうのがあるのかなと思ってます。 であのまあ、我々もこれからです、ねまあ、いろんな団体企業の皆様とこう一緒になってです、ね、こう協定結んだりし,てしながらやってるんですけどもあの、まあ、来年度からです、ね、いよいよあの高校全あの市内の全高校あるいは高専の皆様とかとです、ね、こう一緒にあの連携をしながら事業を展開したいなという思いがありまして、まあ、この,の SDGs の取り組みもその一環に入ってくるんだと思うんですけども やっぱりあのいろんな皆様の思いとか活動だとかですねそういったものを少しでもこう市全体にですね波及させられるように我々もあのまあ真摯にですねお聞きしながらまあ新しい取り組みもあの新しい施策もですね考えていかなければならないと思いますしあのどんどんその企業の皆様とかその高校生のみんなもですねそのいろんな思いがやっぱあると思うのでどんどんそういった機会にですね あの、我々の方に声を届けていただくことがですね。新しいこう、八代市っていうのをこう発展させるきっかけになればというふうに思ってますので、えー、これからもですね。あの皆さん、こう一緒になってですね。地域をこう、八代市全体をこう盛り上げていければなというふうに思いますので、また引き続きよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では、最後になりますが、えー、登壇者の皆様から本日のテーマ。 今日からできる SDGs をみんなで考えようという観点から一言,一言ずつメッセージを頂戴しますではまず西田製箔株式会社食品部門企画開発好崎優子様お願いしますはいえっとまあ一言の前になんですけども、えっと、ちょっとお帰りの際にあの弊社のグラノーラを今回あの皆さんにサンプルとしてお渡ししたいと思ってますでなぜ 配布すするのかっていうことなんですけど皆さんはあの食品の3分の1ルールっていうのをご存知でしょうかあのこの私たちのメーカーから皆さんがよく利用されているスーパーなどの小売店に対してで、えー、と出荷についてなんですけど、まあ、賞味期限全体を、まあ、賞味期限の期間を全体1としたときに3分の1以内に納めなきゃいけないっていう、まあ、業界のルールがあるんです。で 3分の1をまあ過ぎるとどうなるのかっていうと、えっと、まあスーパーへの出荷ができなくなって、えっと、その食品自体が廃棄となってしまいますで私はあの先ほど話したんですけど、まあ、転職を最近したので、まあ、この転職をきっかけにこの業界のルールっていうのを知りましたでこのルールっていうのはあの法律ではなくって、まあ、業界にまあその商習慣として根付いたものです でえーとまあ、この日頃の生活をしていると、まあ、こういったことって見えないんですがあの今回あのお帰りの際に配布するサンプルっていうのも,、まあ、もあのそのルールでいくと,、えー、と捨てられる運命ににあったったいうものになりますで、えー、と私はこの、まあえー、と問題に対してあの賞味期限の表示方法について変えていきたいなと思っています。 で、具体的にはえっと弊社の製品、後でサンプルをお配りするので見ていただきたいんですが、まあ,あの年月日と日付まであの表示をしているんですけれども、まあ、法律上でいくと。まあ賞味期限3ヶ月以上のものについては、年月と月表示で良いとされているんですね。なので、まあ、月表示に変えることで、そのスーパーへの出荷ができなかったものができるようになります。で、こういった取り組みっていうのはあの。 いくつかの企業ではされてるんですけどまだ少しずつなので、まあ、弊社もこういう機会を今回いただいたので、まあ、その点について地域の,その皆さんにもご意見も頂戴しながら、まあ、変更について考えアクションを取っていきたいなという思いで今回サンプルを配布させていただきます、はい、ありがとうございました では、えー、続きまして八代サニーサイドファーム代表桑原健太様お願いいたします。はい、えー。じゃあ私も一言の前に、えー、キッチンカー出してます。これ終わってからダッシュで車開けますのでドリンク飲みたい方、えー、とバンペイブを剥いてそのまま食べれるようにしているのでバンペイブ食べたい方はぜひ来てください。えー、と今日から始める SDGs っていうことなんですけれどもまあ。 実実ははもうすでにやっっててるることって実は結構あるんじゃないかなと思うんですよねなんで、えー、まずは自分が今までやってきた行動っていうのを見直すで、まあ、新しく取り組むのもそうなんですけど、まあ、今までやってることを続けるってこともすごい大事なことだなと思ってるので、まあ、そうやって続けるっていうことを、まあ、あの認識するっていうことだけでも、まあ、また違ってくるんじゃないかなと思うのではいあ,のあんま大したこと言えないんですけどそういうところでよろしくお願いします。 ありがとうございました八代商工会議所八代未来創造委員会委員長野尻雄介様お願いいたしますはい、えー、一言ですね、えー、日本文化には、えー、陰徳善行。 えー、いいことは陰ながらやって、えー、得済みをするという素敵な文化があると思うんですが SDGs に関して言えばこの、えー、SNS が発達したこの現代社会では、えー、個人の発信がより重要になってくると思います、えー、桑原さんの発表にもあった通り線でつながったものが面になり SDGs の輪がどん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 広がるためにも、えー、個人の発信企業の発信っていうのはじゅ、えー、これから重要になってくると思いますので発信をぜひ続けてください。以上です ありがとうございました、えー、次世代のために頑張ろ会エコユース八代の上村さん平田さんそれから吉川さんそれぞれ一言ずつお願いしますはいえー、まあ SDGs は持続可能なという、まあ、持続するということがキーワードになってくるんですけど、まあ、どれだけまあ私たちが、まあ、私たちというかまあそういうイベントとかでゴミを拾ったりしたとしても まあそれがまた川,川や海から流れてきたら、まあ、あまり意味がないというか、まあ多分その場しのぎみたいな感じ,感じになるんですけど、まあ、その根本を解決するためにはあのその根本解決ん、まあ、その原因というか根本的なものは私たちの生活身近なことで分別するとかマイバッグを使う食べ残しをしないというそういったことが この、まあ、環境で言えば SDGs の,、えー SD のまあ、目,目標につながっていくのでぜひその小さなコツコツ小さなことをコツコツと続けていってほしいですはい、えっと、私は今日のシンポジウムで、えっと、八代市や八代市の,あの事業所の 皆様だったり私たち高校生が普段どのような SDGs についての取り組みをしているのかっていうのをお互いに知ることができたので私もこれからエコユース八千代などを通して SDGs についての取り組みをこれからもっと進めてそして自分たちにできることをまず一つ一つ取り組んでいきたいなと思います。 はいえっと、私は SDGs のことをどうしても大きいものというか企業の方が取り組まれるものかなってずっと心のどこかで思ってたんですけどやっぱりエコユースやチロの活動とかを通して自分でも身近にできるものがたくさんあるんだなっていうことを知って自分でも節水とかできるだけ心がけるようにしてるんですけどやっぱり知ることからが SDGs だと思うので。 みんなが少しずつ自分にできることをやっていけば必ず達成できると思うので皆さんで一緒に頑張りましょうありがとうございました、えー、八代インターアクトクラブ東島さんそれから上村さんも一言ずつお願いしますはい、あの今回のシンポジウムを通して皆さんおっしゃられてたように SDGs の取り組みは決して難しいことではないと 分かってもらえたので、えー、より良い八代を目指して身近な SDGs に目を向けて一緒に頑張っていきたいなというふうに改めて思いました重複になるんですけれども先ほどエク・ウス八代の上村君からもあったように小さなことから SDGs に取り組んでいくことが大切です休憩前の高校生取り組み発表にもいろいろあったと思うんですけど本当に全部簡単で。 取り組める活動がいっぱいあったと思うのでぜひおうちに帰られてから実践されてみてくださいありがとうございました、えー、最後に八代市村上リーチ政策審議官お願いいたします、はいあのー、高校生の皆さんが素晴らしいことを次から次へとこうあの発言いただけるのでもう私から言うことがだんだんなくなってきたんですけどもあの今日まあキックオフシンポジウムということで第1回行わせていただきまして本当にありがとうございました あのまあ、これがですね、まあ、きっかけ作りになって、まあ、大きく広げていきたいなというふうに思ってます。で、まあ、あの意識啓発をですねあの全体にこうげ広げていくっていうのはこう市としてやっていくことになると思うんですけども、まあ、その一環として今日はあの新しいロゴマークを8つですね市長、えー、の方から発表させていただきましたけどもあのこれはですねピンバッジも後ほど作ることになっておりますので。 ぜひあの出来上がりましたらですね皆様あのぜひつけていただいてです、ね、八代市がこんな取り組みをやってるんだぞっていうのをあのアピールしていただけないかなと思ってます私も今こう SDGs のピンバジもつけてますけども、まあ、今度これに加えて八代版のピンバジもです、ね、つけていきたいと思ってますであの C の取り組み全体としてはですねあのショートプレゼンでもご紹介しましたけどもあのその他に、えー スマートシティのですねこのデジタル技術を活用した取り組みですとかあとあの、まあ今再生可能エネルギーをですねどんどん導入するとかですねこういったカーボンニュートラル こういったものに達成に向けた取り組みとかですね、こういったもの、いろんな取り組みをやってますので、そういったものも SDGs に当然つながる取り組みだと思います。で、あの繰り返しになりますけども、あの市民の方々と事業者、それと団体の皆様ですね、あと地域、こういったものをつなぎながら、どん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 新しい事業をですね展開していきたいと思いますので、えー、今日お集まりの方々はですね、ぜひあのご協力いただければというふうに思いいまます本日はどううもありがとごござざした以上でございます。 ありがとうございました。したそれでは以上をもちまして、今日からできる sdgs をみんなで考えようテーマとしました。パネルディスカッションを終了といたします。ご来場の皆様いかがだったでしょうか？まあ,あの様々なね、えー、立場からの取り組みや意見を頂戴しまして、いろんなこうヒントがあったんだと思います。けれども、はい、この sdgs に取り組むための第一歩というのは sdgs を知ること。 えそして今からでもなんか自分にできることは何なんだろうかとこう考え皆さんお一人お一人で考えていただいてえま行動を起こしていただくことになるんじゃないかなと思いますで今回のこの場がそのきっかけになるとねえ大変嬉しく思いますあのぜひ今日まご自宅帰られましてえ家族とこの SDGs のお話をされてみてくださいで例えばま電気はこまめに消しましょうとか、はい まあ、フードロスもなくしましょうとか、うん、そういったあの、ちょっとした細かいことから始めることが多分、この後の SDGs 達成にこう、つながっていくと思いますんで、そういった取り組みをしていただければと思います。私たちの小さな意識で行動を変えていくことが、持続可能な人と企業に選ばれる街、八代の実現につながります。えー、ぜひ皆さん、力を合わせて一歩を踏み出していきましょう。 それでは改めてご登壇の皆さんに皆様大きな拍手をお送りください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。以上でパネルディスカッションを終了いたします。えー、そして以上をもちまして、八代 SDGs キックオフシンポジウム、今日からできる身近な SDGs、す、え、べ、ー、てのプログラム終了となりました。えー、長い時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。あありがとうございいました京野さんはいあのー いろんな取り組み今回聞きであの勉強になりましたし、うん、なんか新鮮だったし、こう我々も結構身近でやれることがありそうですね。なんかいろんな気づきがありました。またこの熊本の八代でさまざまな取り組みが始まっているということも知りましたので、うんはい、私とマサヤもどんどん発信していきたいですよね。そうですよね。はい、だからあのまず考えて感じてあこういうことできるんだなとか、うん、まあ逆にあのこういうことをやるのはよくないかもしれないなという行動のやり方。 もあるかもしれないんですけどね。な,どはい、なんであの本当、この後、ね、地球いろいろありますんで、まあ、あの、ちゃんと。我々の生活、まあ、八代もそうですし。持続可能な、こう、街であり、国であり、まあ、地球にしていくためにね。いろんな行動が取れればと思います。あの、最後になりますが、アンケートのご協力をお願いしたいと思います。 アンケートですが、えー、本日お配りしましたチラシに、えー、QR コードが記載されております。えー、この QR コードからスマートフォンなどでご回答をお送りください。えー、また、お帰りの際にはホワイエンにおきまして、えー、先ほどご紹介ありました、西田聖博様よりグラノーラのサンプル、それから八代市 SDGs 缶バッジをお配りしております。えー、どうぞお受け取りください。 どうぞ、あの、お帰りの際には忘れ物などないようお気をつけてお帰りください。え、八代 SDGs キックオフシンポジウム、今日からできる身近な SDGs。本日の司会は私、まさヤンと、水上清野でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。